お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、ちょっとまあそのミラーでねやっていくんですけど、ちょっとあの動画撮ろうとした瞬間に宝箱に手が当たっちゃったんでね、この宝箱空き状態からスタートになりますっていうので、はい、お疲れってことで、今日はですね、まあはい、こちらエレクサイキン 2.4 のミラーデッキやっていくんですけど、まあ環境が変わってと吹き矢がOP カードになりましてね、多分今後吹き矢言われると思いますね。あとスケバレも情報されて、個人的にスケバレ結構好きなんですよね。っていうので、またまたスケバレミラーの吹き矢入りで、この実はスペルが3枚に見えるんですけど、このロリババもスペルだったっていうので、よいしょ、はい、実は4スペルデッキとなっております。で、このロリババの枠は正直何でもいいんですよ。別に本当に何でもよくて、もうでも見つからなかったんですよね、何がいいか。別にスケでもよかったし、そのスケルトン部隊とかでもよかったんですよ。で、いろいろやって悩んだ、ロリババでいいんじゃねって、はい、それになったんで、このロリババの枠はマジで何でもいいですけど、まあ、とりあえずね、ちょっとあのファルチェトルネウッドの結構高回転のホグに勝てたんでね、ちょっとそれ嬉しかったんで、そちらの方のまあリプレイを、はい、もうしょっぱな見せてから、まあ2回かなバトル行こうかなと思います。よいしょ。で、まあスケバレは別に後ろから出さなくてもいいんですけど、まあそこははい、お好きに任せます。で、これはもうスケバレコウモリの形作ってあげて攻めるんですけど、まあ基本的にスケバレコウモリのディガーで、まあミラーがあるんで、スケバレとか、まあ防衛が吹き矢とか、まあディガーで削ったり、まあもちろん三重心にはトルネウッドプラスのミラーウッドで、とかもうロリババもあるから、なんかね、小物系にはすごい強いですね、こちらのデッキ。だから範囲攻撃がやっぱ結構しんどくなってくるんですよね、こういう相手ですね、いわゆる。なんですけど、まあそれにも勝てるんでね、どうやって勝ったかっていうのを見てほしいなと思います。で、このホグがやっちゃっためちゃくちゃ入ったんですよね。でも、まあホグライダーとか、まあディガーデッキかなに対しては、まあ、できるだけ初っ端でキング起動ですかね、しておけば、まあ、後からこういうゴブリンも1ダメージも入らないんでね。はい。で、このマジでロリババの枠は、あの、僕のデッキあるあるクロスボウに 100% 勝てない事件が起きちゃうんで、そのクロスボウにまあ、立ち回れるし、回転早いしっていうのでロリババにしたんですけど、まあ、ロリババだと、気づくのが、その陸受けがオワコンみたいな。そう、メガナイトもね、そう、情報修正されたんすよ。だから、まあ、メガナイトが増えるよねって、まあ、普通に考えたら、まあ、単純に考えたら、まあ、そうなっちゃうんで、普通、吹き矢も情報されて、スケバレも情報されたから、メガナイト枯渇みたいなのがまた入るなっていうので、だから、このロリババの枠は、まあ、メガナイトに強いカードとか、陸系の方がいいかなっていうのは、結構、まあ、思ったりもしてますね。でも、もう、スケバレミラー。なんですけど、まあ、このファルチェによって余裕で防衛されますね。よいしょ。でも、スケバレはもう、今までだと、その、中身のスケルトンが優秀だったみたいなのあるんですけど、中身とか、まあ、コウモリ防衛とか、優秀だったのあるんですけど、これ、ロリババ最強ですね。ですけど、もう、スケバレの、その、落下ダメが110、大会レベル110、マルチでこれがスケバレがたまに届くだけで110ダメージ入るんですよね。だから160か、マルチだと。もうそのね、あれですよ、もうスケバレがタワーに届けばいいみたいなところがあるんで、まあ100って痛いですね。で、これさっきあのダボングですね、ダボング TV 選手、海外どこだったかな、OP ゲーミングの、はい、
プロプレイヤーですね。っていうので、こちらね、でやっていこうかな。で、まあ別に陸行きがしんどい言うても、回転早いし、ディガーとかウッドでなんとかなるかなっていうので、どうしても本当に無理なようであれば、このルリボーはノックは変えるかなっていうのね、まあやっていきたいと思います。ふぅ。よいしょ。何がいいんだろうな、何がいいんだろうな、今回環境、環境な、もうマジで全環境の強いやつが弱くなって、吹き矢とかもスケバレもめちゃくちゃ弱いっていうわけではなかった。あ、そう、迫撃スケバレとかもありっすね。迫撃スケバレディガーとかもすごいありだな、一時ありましたよね。そんなのを使うのもありですね。おー、出たー、この最近流行りのライドラチャンスね。で、これは、こういう間に逆サイ攻めてあげて、あー、はいはい、あー、出た。これおかしいよね。吹き矢、マジで吹き矢なの。で、これは吹き矢をここに出してあげて、ライドラキングキドですね。おいしい。はい。おいしい。で、これ、ウッドで。よいしょ。はい。よいしょ、勝った。知らないけど、勝ちムーブですね。タワーとタワーの間にユニット1体出してあげれば複数いるとダメなんですけど、ライドラーは、まあ、弱点ですね。キング起動されやすいっていうのが、はい。で、これはライドラーのターゲットディガーで取りたい。で、スケバレのこの僕は落下、あー、160が入れたかったみたいなのがあるのに、この吹き矢が厄介ですね。これ多分この間に吹き矢でチョキチョキしていいんじゃない、ちょいちょいちょい、あー、いや、勝った。この俺の吹き矢は強い。あー、負けたー。そんなバカな。今のは勝つでしょう。さあ、ダメージややリード、相手のデッキも、まあ、見たことないですね。よいしょ。さあ、で、今ギャングですね。そう、ギャングがあるから、まあとりあえずウッド削りして、まあ、ディガーもしかもあるんですよね、僕。ディガーじゃなくて、これは、あ、これは、これでいいや。よいしょ、あ、やばい。これはまあ、トルネードで知ってあげて。はい、おー、見てなかったー。左側が削れてるー。やば。もうこのロリババとウッドのこの2枚左右が奇跡みたいな。これ、多分左ライドラ来るから逆サイにも伸ばして、飛びせかけて逆線にライドラ使わせて、飛びせかけてやっぱりディガーからのコウモリ。はい。よくできました。はい。はい。コウモリが優秀ですね。コウモリが優秀ですね。で、これこういうのって意外とこういうスケバレー防衛とかもありですね。で、このメガナイトはもう2コスで。やばい。これやばい。これはウッド転がしてあげると、このスケルトンが奇跡的に生きる。痛い、勝った。もういいや、ミラディア、バイバイ。はい、終わりかな。知らないけど、まあ、強えんじゃねっていう。はい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 、もう一個おかわり、グッドゲーム。よしよし、いや、マジでワンチャン。回転率めっちゃいいですね。で、メガナイトの受けは、正直、2コスで受けれて、しかもディガーもあるから、いい。メガナイトは楽だ。メガナイトに対してはしかも余裕ですね。ミラーもあるし。けど、まあ、問題がプリンスですね。プリンスとか、で、ウィザードとかはもうロリババ。転がして、転がして、転がしまくって、なんだ、何がしんどいんだろうな。そう、ゴーストも下方来たから、別にゴーストもそんな意識しなくていいし、まあ、ロリババありますし。プリンスだけっすね。プリンスだけ。あとは、ゴレ。ゴレと当たりたい。ゴレどうやって防衛するのって絶対思われるというか、結構しんどいですけど。ゴレは、吹き矢、ミラー、それだけ。はい。ほんとそれだけ。それだけ。トルネミラー、吹き矢ミラー、トルネミラー。でもな、吹き矢だと意外とね、その攻撃がめんどくさいんですよね。プリンセスミラーだと、その範囲攻撃なんでね、攻撃も一緒に溶かしてたんですけど、
チアミラーだと光栄がだるい感じもありますね。じゃこれも3万か。そんなにない。いても回転で吹き矢4体とか出して、なんとかするぐらいですね。よいしょ。よろしく。で、ラバは、正直めちゃくちゃ余裕ですね。あ、でもラバディが最近多いからな。ラバルとかだと、もう、吹き矢もあって、コウモリもできて、何も怖くないみたいなのがあります。いや、これ作る、することなさすぎん、これ。これすることなさすぎん、さすがに。これはさすがにすることなさすぎん。ディガー飛ばしたかったよ、俺も。これは、さすがにすることなさすぎん。これザップやん、どうせ。え？やめて、これ。このエリアドやめて。だからエリポン嫌いなんですよね。もうこれもう、もう、よいしょ。もう、今相手ギャングサイだから、よいしょ。はい。あざす。これ、しかも相手コウモリそこに、あー、惜しい。けどこれ、タワー、エリポン壊した。惜しい！惜しいよ、ブサ。これ相手枯渇三子ですね。枯渇三子はトルネードがあれば、え？こんだけトルネードある、あ、あるよね。あるね。あるね。あるけど、今あれだ。これは、キング起動してるし、吹き矢だけで。さあ、楽勝だ。ワンチャンのダメ？はいはい。で、こういうとこにこれをつけてあげるだけで、あー、先行しないで。先行しないで。あー、おいしいおいしいおいしい。え、めっちゃおいしくね、これ。相手何しよう。で、これに、ディガーみたいな。で、これは、トルネードでもいいですけど、三子展開に取ってきたいね、吹き矢だけみたいな。はい。チクチクチク。グッドゲーム！グッドゲーム！グッドゲーム！勝った。これは勝ったっすね。マジで。枯渇三子は楽勝だな、多分。これで相手多分、芋って利がエリあるから、エリポン置いたらダメだと思って、多分この辺で三次展開が来るんじゃね？来ないな。来ないから利が、エリポン読み利がでもしとこう。あー、来たし。なんやねん。よいしょ。はい。まあ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 、こうね。これ、一回もじゃ、これで頑張って防衛するよと見せかけて、ウッドミラーをしたい。やばい。ウッドミラーしたいから、ウッドでいいよ、これ。ん？めっちゃそっち守ってくるやん、相手。え？これでも、痛いよー、痛いけども。さあ。これもう一回三十四が相手が、トトトトーン。カモン。多分どっちかに、あー、そっちか。これは、チャッチャ、ミラーウッドで処理しておくか。はい、バイバイ。来るの？バイバーイ。はい。で、これ吹きがロリババのコウモリ待って。よいしょ。さあ、で、これザップ来るから逆、右にザップ。ああ、あれ、今回だ。で、これスキバレ。よいしょ。さあ、からの、これ、ああ、トルネ。これトルネードプラスのスキバレの爆破でガコモリバイバイ。よいしょ。とかしてると、右側はもう、お疲れちゃんと。これもう、ウッド圏内ですね。まあ、ミラー圏内か。はい、ジジ！おや？トルギーが上がりますね。今どれぐらい？今グル、55到達。惜しい！惜しい。ってことで、まあいいぐらいかな。勝てたし。勝てたし、いいぐらいですね。はい。ってことで、こちら。こちら。ね。2.4 です。もう回転率早いんで、マジで。使いやすい？いや、使いにくいか。はい。さすがにわかんないですけど。まあ、こちらね。マジで、この2体、この2体、吹き矢スケバレーが情報されたことによってね、マジでありだと思うんでね、ぜひこちら、使ってみてください。もう、ミラーしまくってね、はい、やっちゃってくださいっていうので、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。